の29日衆議院議員の春塚次郎です。桜がこうやって散ってますね。続き高木発売場からお届けします。土に近いところでおはようございます、ごきげんよう。で、昨日あの日曜討論に安住くんが出てましたね。安住くんが出てるとすごくあの安心します。議論がすごく上手ですからね。そして言葉が分かりやすいですよね。難しいあの言葉は全く使えませんね。私と比べても安住くんの方があの言葉が簡単です。分かりやすいです。あの彼の議論の仕方を見ながらちょっと勉強してました。あ、そうなんですか。途中で、あの、あれして、なんか、ニュースにもなってますね。どっかで。そうなんですか。ちょっと確認しますね。後ろの方であったのかもわかんないですね、うん。あの、サプライサイドの構造改革っていうところには、私も、またその言葉使うのかよと思いましたね。古い民主党の議員の中にはまだやっぱりそういうのが残ってるなと思いましたね。そこですかね。違うところですね。なんかそういえばニュースになってましたね、うん、これから行ってあのチェックしてみたいと思います。さて、その満州でですね、ソ連軍があの参戦して18万人が飢えと寒さと感染症で亡くなったと、見捨てられた日本人ということで、あの財政難で結局見捨てられるわけですね。それをあの研究しておられる方がおられて、すごくお会いしてみたいと思いました。で、見捨てられた日本人というのはいろんなところであの戦争あって、私今ミャンマーとても懸念してますけども、一昨年ですね、ミャンマーヤンゴンでインパール作戦やさまざまな戦争での犠牲になられた方々にあの祈りを捧げてきましたが、あのインパール作戦というのもひどい作戦で、そもそもインパールまでみんなたどり着いてないんですよね。その手前であの時期にああいうことをやる、もうありえないことです。パラオ共和国のペリリュー島にも行きました。そこでも祈りを捧げました。松木健康さんとですね、渡辺修君と、で米軍の友人たちともそこでずっと議論を、あのパラオに行く前にグアムでですね、グアムの空軍基地、海軍基地の皆さんと話をしました。で、米軍はですね、あの行方不明になった米兵を今でもずっと探してるんですよね。で、日本はそれこそその辺野古のあの埋め立てをですね、ご遺骨のあるそのご遺骨眠っておられるところの土をですね使ってるなんて、もうとんでもないことをやってるわけです。で、今でも続いているものということで皆さんとお話をしたいと思います。結局あの戦争で命乞いをして、そして日本の傀儡保守の元となったもの、元となったもの、それをどうぞ見極めてほしいんですね。この間アメリカの国防長官があのニュースになってましたけども、日本にまた来ると言ってますよね。またあの武器を買ってもらいに来るんだと。ちょっと一回じゃね、足りないからもう一回来るんだっていう意味ですかね。それはよくわからないんで、またアメリカの方の友人と、もう日本側のですね人に言っても、あの拉致飽きませんので、アメリカの方から調べてみたいと思ってます。結局原発と宇宙ということですけど、これ
当時ですね、アメリカが日本に核を置く、 P5 以外で核処理ができる国って日本だけですね。もちろん技術があるからなんですが、日本に第二のその何とか核保有のその基地化しようとしたんじゃないかっていう研究者の方がおられます。でそれはよくわかりませんが、原発の裏側は原爆爆弾ですよね。それから宇宙ロケットの裏側はこれはミサイルなわけです。でこのことをですね、利権化して、そしてやってきた。だけどほっと気づいたらものすごく右傾化してると。ちょっと待てよと、わけわからんことをやってると、これは本気で自分たちにも牙を剥くぞと。財政法も作って絶対に、牙を剥かないように財政から縛っていたのに、なんということか核保有まで言い出したと。北朝鮮が核実験をやったぐらいの時ですね、2004年5年6年とその核保有の議論がずっと高まってくるわけですね。でオバマ政権はだから日本に貯めているプルトニウム、それをこう原爆の原料を爆弾の原料を取り上げるということまでやったわけですね。で国際情勢を見る中でやはりこうアメリカの動きをきっちり読むっていうのは大事なことで、今ちょっとアメリカ不思議なことが起きてますね。一般教書演説が行われない。これアメリカの憲法を読むと大統領が決まるっていうのは憲法の中に大統領が決まるプロセスに何か瑕疵があるんでしょうか。どうもバイデン氏が本式にこう大統領としての仕事をですね、ご高齢だからっていうこと以外での理由があるんじゃないのかっていう人がいて、ちょっとそこは私も分かりません。しかし今までの政権のスタートアップとは明らかに違いますね。で、まあ、このコロナだから行き来もそんなにできないわけですけど、まあ、真っ先に行っておめでとうございますって言ったのも日本の首相ですし、真っ先に、ね、前回はトランプ大統領がの選挙の時は選挙期間まだ決まる前にクリントンさんに会いに行って頑張ってくださいって言ったんですかね。もう本当にね、なんかアメリカにいる友人たちからはこの傀儡保守のあまりのこのなんとかなご機嫌取りって彼らは言ってましたけども、情けなさに涙が出るって。自分たちはアメリカ人だからそれでもいいんだけど、日本人はそれでいいのかと。今回もこのコロナ禍でバイデンさんに会いに行くって、だけど予定は未定ですと。それってありますかね。もう笑われてますもんね。で笑われてるだけじゃなくて、昨日もまたある人間がバカの国だと、日本なんていうのはもう本当にバカの国だと言うから大喧嘩したんですね。何がバカの国だと、今に見とけと思うんですけど、しかし国内だけを見て、そしてなんていうかな、戦争屋の手先、戦争屋の手先っていうのは緊縮とよくマッチングしてんですよね。過去の民主党政権でも大量にオスプレイを買うとかね、そんなことを議論した人たちは僕は反省しないといかんと思いますよ。なんていうかな、
そこがきっちりできること、本当だったら最初に、一番最初にお話をした自分たちだけ助かると、摩耗開拓団もペリリュー島の皆さんもミャンマー当時ビルマですねで戦ってる仲間もみんな見捨てて、しかも戦争が終わって命乞いをして廃止廃車でございますとやってる人たちを総括しなきゃいけないんですよね。で韓国や台湾あるいはアジアの国々の中では、そういう軍政について民主主義っていう視点から総括をしてきましたよね。でミャンマーは今その過程にあって、本当にたくさんの人たちが日々命を奪われている、もうありえないことだと思いますし、中国に至ってはこの習近平政権で習定さんがやっと釈放された、長かったですよね。去年の12月でしたね。もう4ヶ月も経ってます。だから横に手を結んで、そして戦争屋と共にですね、情報軍産複合体で搾取するものと戦っていかなきゃいかんというふうに思います。搾取するもののですね、本体、今そこに大きな利権にメスが入ってきてますね。だから毎週今文春法って言いますけども、私たちも開示クラスターの和田さん大丈夫ですかね、なんか自転車盗まれたとか書いてありましたけど、ひどいですね。もう本当、私も中1の時に買ってもらったばっかりのナショナルの自転車盗まれて、ね、えらい辛い、盗まれるっていうことがあるのかと思いましたけど、返してほしいですね。さて、もう行かなければいけません。今日は、この後国対委員長官でお話をすることがあるんだと思います。で夜が立憲民主党の両院の議員が集まっての全議員集会、政策集会ですね。政策の方は泉さんにお任せして、みんなに力をですね結集して作ってきたものだと思います。今ちょっとね、PT とかが多くなってるんで、昔の民主党みたく会議が多くならないようにとだけは頼んどきましたけど、大体どういうものが出来上がってきてるのか、楽しみです。その中にはいくつか私もですね筆を入れたものがありますけど、それから日本の未来を作る会ですね、いよいよ立ち上がっていきます。また次はですね、録画して YouTube にライブではなくて流そうと思います。ちょっとね、音声とか失敗するといけませんので、ではどうぞ。そう、新たな日本作りです。新たな日本作りは戦争で残ったそういう極悪なものをですね、おはようございます、極悪なものとの戦いでもあります。いや本当にこの桜もそうですね、閉塞する必要は全くないです。閉塞、この閉塞感をですね吹っ飛ばして頑張っていきましょう。じゃあごきげんよう、失礼します。